小川淳也議員、最近口が悪いですね。おかしくなったんじゃないですかね。皆さん、こんにちは。ハンニャです。本日は2月の23日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、国民が邪教信者とでも言いたいんですか、小川さん。ということになります。で、この動画では立憲民主党の小川淳也議員の2月23日のツイートを少し鑑賞したいと思いますので、最後までどうぞお楽しみください。そしてね、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価もお待ちしております。では早速小川さんのツイートを見ていただきましょう。こちらは2021年2月23日午前8時20分の小川淳也議員のツイートですね。以下引用です。今日お誕生日の陛下もコロナ禍でさぞご辛労かと思います。生活保護引き下げ違法判断、画期的、結論ありきで数字を作り込む邪悪な政権でした。今夜は橋本さんと報道1930、松原キャスターの立ち位置、雰囲気、ご見識が大好きです。明日は X ジャパンの杉蔵さんらとライブ出演です。以上ですね。で、皆さんもお分かりのように、本日は天皇陛下61回目の誕生日で喜ばしい日なんですが、ただそんな日に小川議員のこのツイート、どうなんでしょうね。で、小川議員が語っているのは生活保護引き下げ違法判断。まあ、こちらは2013年に安倍政権において行われた生活保護基準額の引き下げが憲法25条の保障する生存権に違反するとして大阪地裁で2月22日に言い渡された地裁判決を前提とした発言でしょうね。まあ、従いまして小川議員が言う邪悪な政権というのは多分安倍政権のことでしょう。まあ、しかしながらね、この表現というのは国民を愚弄するものだと思いますね。で、一つ一つの政策について批判するのは正しいですし、まあその結果ね、総括としてその政権はろくでもない政権だと評価するのはわかるんですが、それでもね、邪悪という単語を使うのはどうなんでしょうね。邪悪って言葉って属性の話ですよね。で、このような言葉を使いますと、まるで安倍政権が邪教であると言ってるような感じがするんですよね。また、2013年以降、安倍政権は選挙をいくつか経ていますから、その邪悪な安倍政権を支持した少なくない国民は邪教信者と言えるんでしょうかね。間違ってる政策を行う政権を支持していたのならば、その支持者は勉強すれば改善されるんでしょうし、真実を知れば何かね、意見が変わることがあるかもしれませんよ。しかし、邪教信者であった国民は、どうやったらその邪教から抜け出すと小川さんは思ってるんでしょうかね。もしかして小川さんは立憲民主党が政権を取った際には邪教信者のことを切り捨てようと思ってるのかな。それは言い過ぎなのかな。そしてね、私はそこまで意識が回っていませんでしたが、まあ別の方がね、こんなことをおっしゃってました。陛下の誕生日を祝うツイートに邪悪なんて単語を一緒に入れること。まあそんなことについて不快感を表されていました。で、まあ確かにそういうふうな面もありますよね。祝いの場で不吉な言葉を使うなんて、それはね、センスを疑うのと同様に、天皇陛下の誕生日を祝う一方で邪悪なんて忌むべき言葉を使うなんて、で、そんな目で見ますと、それこそね、なんだか片手間に、まあ、陛下のことを触れてるだけのようにもね、この小川さんのツイートは見えてきますね。まあこれは私の考えすぎかな。まあ、私もね、ある意味この動画の中で一瞬天皇陛下の誕生日のことを触れさせていただいてますから、お前も同じじゃって言われそうな気もするんですけどね。で、いろんな人がいるでしょうが、私の見る限り天皇陛下の誕生日についてお祝いをされている方々は、まあ、そのことだけをお祝いされていて、別の話題を同じツイートに入れたりもしてないですしね。で、まあ、動画に関してはちょっとね、私もブーメランなんですけども、感覚的にはそういうふうにお祝いの話に関してはお祝いだけをツイートするっていうのが当たり前だと思うんですがね、どうなんでしょうね。で、最近小川議員はこのようなツイートをされています。2月19日午後8時53分のツイートですね。以下引用です。夕方の連投を驚かせてごめんなさい。事務所はアカウント乗っ取られたと大騒ぎでした。ニュースを見ていてなんだか切ないというか悲しいというか、込み上げるものがありました。国会で質疑できないストレスか、気持ちもやさぐれていたのかもしれません。言い方は気をつけます。でも本当に怒っています。以上ですね。で、これは以前作った私の動画でも紹介しました、ココア関係のツイートや、まあ、他のツイートが若干、
小川議員の感情を丸出しのツイートで冷静さを欠くようなものであったので、それについての弁解のツイートという性質があるものなんですね。で、今回の邪悪ツイートはその後の23日のツイートなんですが、この邪悪ツイートもストレスややさぐれのせいなんでしょうかね。前政権を邪悪と言ってしまう国会議員の言葉のセンスに私はちょっとびっくりするんですが、皆さんはどう思われたでしょうか。ぜひともね、何かご意見ご感想ありましたらコメント欄の方にお寄せください。そしてぜひともチャンネル登録高評価もお願いします。概要欄またねチェックしてみてください。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。